チームってのはな、頭数じゃねえんだ。チームへの思い、仲間への信頼、強い絆、そういうもんがあれば1たす1は2じゃねえ。100にも200にもなるんだ。そんなことも分からねえなら、それがお前の範囲だ。ジョー。 そして桐生さん、あんたら大したもんだよ。俺が悪に魂を売ってまで大きくした組織を、ここまで追い詰めたんだからな。それも自分の中の正義を貫いたままでだ。正直羨ましいよ。カズチ君。だがな、俺にも俺の考えがある。ここで引くわけにはいかないんだ。お前に何があったのかはタナから聞いたよ。 お前の苦しみに気づいてやれなくて本当にすまない。だけど、カラーズみたいなことをやるのはやっぱり間違ってる。もう一度やり直そうぜ。昔みたいに俺たちの正しいと思ったことをやれるジャスティスを。話したいのはそれだけか。ジョー、俺にはまだ成し遂げなきゃいけないことがあるんだ。ジャスティス最後の戦力だ。俺たちを倒してみろよ、気流界。 このレインメーカーを倒せるもんなら倒してみろ。分かったよ。もうしみったれた話は終わりだ。言って分からねえやつには体で分からせるしかねえ。行くぞ。来いよ、カズチカ。 負けだよ、ジョー。<笑>俺がお前に勝てたのはこれが初めてだな。<笑>そうだったか。なあ、カズチ君。
これでジャスティスは終わったぜ。さっきの続きだ。もう一度俺たちとやり直そう。俺たちの正義をもう一度貫こう。いいだろう。いや、まだだ。え？俺の本当に成し遂げたかったことはきっと今から始まる。どういうことだ？ジャスティスが終わった？何をバカなことを言ってるんだ、ジョー。ジャスティスは今から僕が支配する。僕がこれからリーダーとなり、カムロ町のギャングを支配する。僕はね、ある人の協力を受けて裏でジャスティスのメンバーを買収していたんだ。買収だと？ああ、うちの連中は岡田のカリスマ性に魅せられて入ってきたようなふわついた連中ばかりだ。ちょっと金を握らせるだけで大体の連中は簡単に俺に寝返ってくれたよ。だから岡田を裏切って俺についた連中がまだまだどっさり残ってる。普段は表に出ない人なんだけど、せっかくだからご紹介しよう。こちらにいらしてください、サツキさん。久しぶりだな、岡田。カズチカ、こいつは俺を拷問にかけ、俺の仲間や恋人を襲った張本人だ。あの時はすまなかったな。ちょっとやりすぎたよ。心が痛んだ。だがそのおかげでお前はジャスティスをでかい組織にできたんだ。感謝してほしいくらいだね。サツキさんはヤクザ、マフィア、あらゆる裏社会に精通している方だ。この人に裏についてもらえば、ジャスティスは日本最大最強のギャングになれる。お前もしかして最初から？ああ、そうだよ。最初からジャスティスを乗っ取るつもりで近づいたんだ。岡田は本当によくやってくれたよ。僕を信頼してくれて本当に動きやすかった。だから裏でいろんなことを勧められたし、感謝の気持ちしかないね。カリスマ性はあったかもしれないけど、やっぱりリーダーとしては三流だったのかもね。残念だったね、レインメーカー。雨じゃなくて涙でも降らせるといい。どうした、気でも狂ったのか？はめられたのはお前らの方だぜ。俺がジャスティスをでかくした理由はな、お前をおびき出すためだよ。何？俺はお前がした仕打ちを許せなかった。絶対に復讐してやろうと誓った。だがお前は裏社会の人間だ。あれ以来姿をくらませて行方不明。どうすればまた表に姿を見せるか、そこで俺は考えたんだ。お前は手下だったカラーズが潰されて報復に出てくる立場の人間。ということは、俺がカラーズのようなギャングを作ればお前は必ずすり寄ってくるはずだってな。なんだと？まさか本当に引っかかってくれるとはね。意外と脇が甘いんだな、あんた。じゃあ俺が裏で繋がってることも知ってて。お前は最高の参謀だよ。リーダーとしては三流かもしれんがな。くそか。俺は自分の手足として動いてくれる兵隊が確保できりゃそれでいいんだ。桐生さん、あんたが桐生会のリーダーだろ。あんた俺と組む気はないか？なんだと？こんなアホの孔明のジャスティスと組むより桐生会と組んだ方がメリットありそうだからな。俺の手足になってくれ。報酬は約束するぜ。どうだ？俺がそんなものに応じると思うか？だよな、そりゃそうだ。なら俺は予定通りジャスティスと組んで桐生会を潰させてもらう。邪魔なお前らを消してカムロ町の生きがってる若造どもは片っ端からジャスティスに入れちまう。そしてそいつらを兵隊として使って
犯罪を繰り返し金を稼ぐ。もちろん失敗しても捕まるのは若い兵隊ども。俺は安全地帯からそれをコントロールするだけだ。そんなことは絶対にさせねえ。ケツの青いガキが。大人をなめるなよ。俺の率いる裏組織サツキ会とジャスティスの連合軍で貴様らを叩き潰す。行くぞ。あ、はい。ジョー、今まですまなかった。あいつを倒さない限り俺たちや若い連中はずっとああいう大人に食い物にされちまう。俺は何としてもその連鎖を断ち切りたかったんだ。カズチ君、いや俺の方こそすまなかった。お前の真意を見抜けずに立ち失格だな。そんなことねえよ。それに俺はジョーがジャスティスを潰すために動いてくれると信じてたんだ。え、まさか俺たちの行動もお前の予測通りだったってわけか。まあな、お前がかき回してくれれば孔明や奴もボロを出しやすくなる。だからお前をジャスティスから外して動ける状態にしたんだが。お前なんかすげえな、予知能力者か。ただこんなすげえ人が仲間につくとは想像もしてなかったけどな。キリュウさん、すみませんでした。もしよかったら俺も一緒に戦わせてください。あいつを倒さないと俺終われないんです。岡田、わかった。一緒にあいつをぶっ潰すぞ。キリュウさん、ありがとうございます。次こそが本当の最終決戦だ。騎竜会の総力を挙げてあいつらを叩き潰す。お前ら準備しとけよ。おう。おう。しばらく寝てろ。取らせやがって。いらっしゃいましたね、キリュウさん。それでは今回の食事評価ですが、そして今回のライズアップチャレンジの評価ですが、
トレーニング結果はグッドです。次は食事を意識しましょう。これで今回のライズアップチャレンジは終了ですね。お疲れ様でした。もしかして桐生さんですか？ん？うはー、本当に桐生さんだ。お久しぶりです。お前は誰だ？グビビビビ、ちょっとちょっと忘れないでくださいよ。育ちですよ、育ち。育ち道場を経営していた、ほら。育ち、あ、お、全然思い出せない。ひどいですよ。かなり昔に一度闘技場でご挨拶させていただいたんですけど、まあでも挨拶程度だったし、忘れてしまっても仕方がないか。なんだかすまないな。いえ、なら改めて自己紹介させていただくのみです。僕は育ち安男、かつて育ち道場という道場を経営していたものです。桐生さんのお友達の冴島さんにすごくよくしていただきまして。ほう、冴島の知り合いなのか。桐生だ、よろしくな。しかしさすが道場主だな、すごい肉体じゃないか。そうでしょう。でもね、実はもう道場は畳んだんです。門下生や冴島さんとの思い出が詰まった僕の大切な場所だったんですけどね。そうなのか。もしかして。いや全然、土地の価値が急上昇しましてね、売り時だと思って売っちゃいました。売りたくなかったんですけど、額が額でしたから、背に腹は変えられんですからね。でそのお金で自分磨きでもするかなと思ってここに通い始めたら、こんな肉体になれたんです。結果にコミットするってのは本当なんですね。なんだ、お前もここに通ってるのか。てっきり自分の道場で鍛えたのかと思ったぜ。全然、僕道場主でしたけど喧嘩なんて一度も勝てたことなかったですから。いやしかし道場を畳んで正解ですよ。こんないいジムができた、あんな貧弱だった僕が。こ、そうだな。じゃあ、ちょ、キリュウさん。あ、怖い。でも、いやいや、キリュウさんじゃない、キリュウ、僕と、いや勝負、お前と。そうですよ、僕はね、ずっと桐生さんや冴島さんみたいな強い人に憧れてたんです。いつかあの人たちみたいになりたい、そして勝ちたい、ずっとそう思っていました。でもそんなの無理だと思って諦めてた。この肉体を手に入れるまではね。ほう、今の僕はあの頃にはない驚異的なパワーがある。これがどんなものか試してみたいんですよ。憧れの桐生一馬にどれだけ近づけたのかをね。ああ、ちょっとちょっと、帰らないで。めんどくせえな、悪いが。いいもんいいもん、それならこっちから行きますよ。ダメだ、全然歯が立たない。確かにガタイはいいが、動きに無駄がありすぎる。せっかくの力を生かせてねえと思うぞ。ですよね、僕も道場主をやっていたので格闘理論には長けているつもりなんです。でも頭で分かっていてもそれを体でうまく実践できなくて。はあ、
どうすればいいんでしょうかね。まあ練習を積むか経験を積むしかないんじゃねえか。やっぱりそうですよね。わかりました、キリュウさん。僕この体を生かせるようにもっと練習してきます。強くなったらまた挑戦させていただきますので、その際はお手合わせお願いしますね。ああ、え？まだやるのか。もちろん、キリュウさんに勝ちたいし、自分の格闘理論が正しいことを証明したいですしね。もしキリュウさんに勝って格闘理論も証明できれば、それを宣伝して超人気の道場を作ってボロ儲けできますしね。カムロ町に金の雨が降るぜ。ということで、またよろしくお願いしますね。それではさようなら。やれやれ、また面倒なことに巻き込まれちまったぜ。どうもアンリです。今日もよろしくお願いします。いける。あ、また来てくれたんだ。ずっと待ってたんだよ。私もだよ。また一緒に天国に行こうね。よし。すっごい頼もしい言葉、ちゃんと行かせてね。皆さんはどんなタイプの女の子が好きですか？私みたいな？お世辞でもすっごい嬉しいな。よし。私の好みですか？そうだな、男らしくてがっちりした人かな。もう体つきだよ、体つき。がっちりした男の人の体つきのことだよ。でもそっちの方もがっちりしてる人はもっと好きだけどね。いける。もう変なこと言わせないでよね。みんながすごく盛り上げてくれたから、少しその気になってきちゃったかな。よし。よし。
じゃあちょっとだけ脱いじゃおっかな。いける。みんな反応しすぎだよ。じゃあ行くよ。よし。よし。どう？綺麗？ありがとう。まだまだ楽しませてあげるね。やっほー。ねえ、どうかなこの服。ありがとう。結構ね、自分でも気に入ってるんだ。これよし。そこまで言ってくれるなんて感激だな、うん、そんなに似合うなら脱ごうと思ってたけど、脱ぐのはやめてずっと着てよっかな。いける。似合うって言ってたのに。でも脱いだらもっとすごいわよ。みんながそんなに興奮してくれると私まで興奮してきちゃうな。なんか興奮して体がほてってきちゃった。もっと脱いじゃおっかな。じゃあ脱いじゃおうっと。せっかく脱ぐんだからよーく見ててね。どう？もっと興奮してきた？最近体中が凝っちゃってね。誰か揉みほぐしてくれないかしら。本当？
じゃあお願いしようかしら。よし。いい。よし。もっと強く。最高よ。いける。乗せるのがお上手ね。本当に気持ちよくなってきちゃった。私もう我慢できない。ねえ桐生さん、私と二人きりにならない？あなただけに全てを見てほしいの。じゃあ行きましょう、二人きりの天国に。時間だった。何度も幸せの絶頂に行っちゃった。行ける。楽しみにしてるね。それじゃまた遊ぼうね。気持ちよくさせてくれてありがとう。
時間食っちまった。時間食っちまった。二度と来るな。
来い。興味ねえか。うまそうだな。ほーら、うまそうだな。よし、いい子だ。十分懐いたな。よし、猫カフェの店長に連絡するか。桐生さん、ありがとうございます。うちでしっかり面倒を見させていただきます。また懐いた猫がいましたら連絡ください。よろしくお願いしますね。しばらく寝てろ。
Start running now! Round one! Ready, go! Excellent! Round two! Ready, go! I assume you're ready. Round one. Ready, go! Knock out! Round two. Ready, go! I am the ultimate. I've got the advantage. You've got nothing. Round one. Ready, go! Nothing. I'll take you down and take your name. Round one. Ready, go! Yeah!
What is that I lack? Game over!